それでは都市学長から発表事項1より順にご説明いたします。よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。学長の内です。本日の発表事項は3件です。最初はアフガニスタンから日本に退避する元本学留学生と家族の受け入れ支援のためクラウドファンディングを開始することにいたしました。広島大学では今月末から現在アフガニスタンに帰国している元本学留学生の受け入れを開始いたします。支援対象者は元留学生15人およびその家族を含め74人の予定でございまして、支援規模は日本最大級となります。昨年8月以降広島大学で学び、現在アフガニスタンに住む元留学生から日本への退避を希望する連絡が本学へ多数寄せられました。これを受けて広島大学では彼らの退避を支援することを決定いたしました。元留学生を受け入れるにあたり多額の資金が必要となることから、クラウドファンディングを来週23日から6月30日まで行う予定です。最終目標額は、1000万円です。元留学生の支援をより確実なものにしていくため、皆さんのご理解とご支援をお願いいたしたいと思います。続きまして発表事項の2でございます。2番目はクラウドファンディングにより作成した広島大学原爆放射線医科研究所被爆者スライド標本データベースの公開についてであります。広島大学原爆放射線医科研究所は2020年7月から9月に350万円を目標金額とするクラウドファンディングを立ち上げ、これは原爆被爆者の記録を後世へ標本データベース化プロジェクトでありますが、を行って271人の方から総額約460万円のご支援をいただきました。被爆者スライド標本データベースは占領下米軍により接収され、1973年米軍病理学研究所から現役圏などに返還された被爆者の組織標本や医学的資料をもとに作成をいたしました。今回劣化が進む標本の一部をデジタル画像化し、個人情報保護に十分配慮した上で5月20日本日からウェブサイトで無料公開いたします。データベースに収載されているのは被爆後早期に亡くなられた広島の被爆者100人の資料でございます。原爆が人類に及ぼした負の遺産を後世に伝える大変貴重な科学的資料として、研究や平和教育に活用していただければと願っています。続きまして3番目は広島大学病院にメラノーマ治療センターとゲノム医療センターを新設したことについてであります。まずメラノーマ治療センターでは関係する医療従事者が診療科を超えて連携し、専門知識と臨床技量を集結して、悪性黒色腫、これメラノーマでございますが、の治療に当たります。続いてゲノム医療センターでは遺伝性乳がん、卵巣がん、症候群やさまざまな遺伝性腫瘍症候群に対して、多くのチームで対応する、そして、さらなる高度で先進的ながんゲノム医療を進めてまいりたいというふうに考えております。発表事項は以上でございます。